将棋の公式戦が3日名古屋で開催されるのを前に対局に臨む藤井里資太夫官が意気込みを語りました相手はプライベートでも親しい仲だという長瀬拓矢王座会見では藤井三冠の意外な一面も地元のファンの方に見ていただける貴重な機会ですので 精一杯さ刺して最後まで楽しんでもらえる熱戦に、できれば藤井里親増刊3日、ポートメッセ名古屋で開催される JT プロ公式戦、将棋の八大タイトルを持つ棋士など、トップ棋士12人が公開対局で争うトーナメント戦で、藤井三冠は3日の準決勝、永瀬拓矢王座と対戦します。 大局で、これまでに何度も名古屋を訪れ藤井三冠と食事もよく一緒にした仲だという長瀬王座藤井三冠とは普段、どんな会話をしていたか質問されると食べ物の食べる順番だったりショートケーキのイチゴを食べる順番を教わったりします藤井三冠は末っ子なので お兄ちゃんに食べられるので先に食べると、長瀬拓也王座11月12日に始まる。竜王戦第4局の行方も注目される中、一足先に地元で行われる公開対局で、どのような戦いを見せるのか、JT プロ公式戦の準決勝は3日行われます。長瀬拓也王座。 藤井三冠の大物エピソードを披露、将棋三日に行われる、将棋日本シリーズ。第42回 JT プロ公式戦準決勝で、対戦する藤井聡多蔵冠、19、イコールあきら王、王イコールと、長瀬拓也王座、29、が2日。名古屋市内で、前日会見に出席した。この大会は、 小学生の部も閉鎖されており、長瀬王座は小6時に地区大会の決勝に進出したが、後にプロになる相手に敗れ、準優勝だった。そこで負けたのが一生忘れられない記憶。でも、この大会は負けても、出場記念で消しゴムがもらえるんです。 小6で小学校最後の大会だったので、今でも持っています思い出の消しゴムをタイトル保持者になった29歳の今でも大切に保管しているという長瀬王座。東海地区定学年の部で優勝した藤井三冠に、会見前の控え室でこの話をしたところ、僕は大切に持っているのに。その消し、ゴム。 藤井さんは使ってしまったと言っていましたこれからどんどん勝っていくのでいくらでも消しゴムもらえると思っていたんでしょうかねと楽屋トークを披露藤井三冠の大物ぶりを明かしていた3日の準決勝の勝者が昨年度 j t ファイ覇者の豊島正幸竜王31と21日の決勝で対戦するショートケーキ 先手か後手か藤井三冠は末っ子なので先に食べると長瀬王座が対局前の会見で明かす竜王戦で三連勝と勢いが止まらない将棋の藤井里下増冠が3日地元の愛知で対局します将棋のタイトル保持者など選抜された12人がトーナメントで競う将棋日本シリーズ JT プロ公式戦3日に 名古屋で準決勝が行われるのに先立ち対局する藤井聡太三冠と永瀬拓矢王座が記者会見に臨みました藤井三冠集中してしっかり指して熱戦にしたいなと思っています永瀬王座藤井三冠は近年早指しも実力通りの結果を出してきている印象がありますので しっかり刺さないとなかなかいい勝負ができないのかなと思います実は、将棋の研究仲間だという二人。プライベートでも交流がある長瀬王座は、藤井三冠のある秘密を明かしました。長瀬王座、たわいもないですけど、食べ物の食べる順番だったり、ショートケーキのイチゴを食べる順番だったり、 冠は末っ子なので先に食べるとおっしゃっていた将棋日本シリーズ JT プロ公式戦の準決勝は3日午後3時35分から名古屋市港区のポートメッセ名古屋で行われます。